手があったかくて気持ちいいですね。本当ですか。うん、あでもなんか人にはよく言われますね、手があったかい、うんうん、っていうことはなんか心冷たいのかな。いやいやいや、そんなことないでしょ。まあ、でもそういうやり取りが鉄板で行われるわけです。ちょっと痛いですかね、刺される、うん、気持ちいいです。はい、さっきよりほぐれてるんでその刺さる感が減りました。減りました。気持ちいいぐらいです。全然刺さってないです。先生、だから最初やっぱよっぽど硬いんですね。そうですね、なんかもう入ってこなかったですよね。やっぱりね、人のことばっかりやってると自分が気がつくそうなってるってありますよね。そうですね、ミイラ取りのミイラじゃないですけど、医者の不養生的なね。そうですね。ないですよ。引き使っていてくださいね。うん、はい、おお、そこ痛い。こりありますね。痛い。さっき俺もあの肩もみで先生に、はい、やりましたね。そうそう、そこですね。やっぱここって。うん、みんなが凝るんですかね。あの目の疲れがあったり、今肩が凝ってたりで、うん、痛いところですよね。ですよね。まあ、大体みんなそこは当てはまりますよね。当てはまりますよね。うん、あ、気持ちいい。今のなんかそのそれいいですね。あ、これすごい気持ちいい。ここもいけますもんね。やっぱなんかこうリズミカルに動くのが哲也さんはすごくいいんじゃないですか。うん、なんか言われるとやっぱそうなのかもしれないですよね。うん、やってて自分もそっちの方がなんか、うん、そうですよね、うん、なんかやりやすいっていうか、そうですよね。うん、そういうのをなんか多く入れていく方が哲也さんらしいというか気持ちいいしですかね。うん、ちょっと開発するしかないです。そうそう、それは多分あんまりいないタイプのあれなので。ああ、そうですか。そうじっくりタイプはもういるから、それはいいんですよ。それの人に、得意な人に任せれば。はい、すごくその揉む技術が高い気がします。そうですか。気持ちいい。あるんですね、やっぱそういうね。うん、やっぱこう リズム感っていうんですか、ね、動きが滑らかっていうのが哲也さんのいい特徴なんじゃないですか。ああ、ありがとうございます。ちょっと人に言われないと自分のこと気づかないですからね。あ、まあ確かになかなかね、評価ですもんね、結局分かるのは。そうですね。だからやったらちょっとそっち方向の主義をちょっと増やしていく運がいいと思います。動きがあるやつの方が哲也さんはすごい気持ちいいです。うん、ありがとうございます。ちょっと頑張ります、これ。あ、他の方にも言われるんじゃないですか。どうすかね。そうでもないです。うん。多分そこまで見てくれるっていうか考えてくれてる人ってそうそう、あ、ないかもしれないですね。あと多分ある程度知ってないと比較ができないとかもあるのかな。確かに。言葉にするのがとか。そうかもしれないですね。先生ね、いろんな方ね、ご存知ですか。そうですね。自分がやっぱりいろいろ受けたりもしてるし、多分そのある程度知識もあるのでですよね。ですよね。でも多分本当みんなそれぞれあるんですよ。なんか得意なパーツ、苦手なパーツ、ね、得意な主義、苦手な主義みたいな。そうですね。とっかり映ってねえじゃん。よいしょ。
動き、ね、あの場所変わるとね、ちょっと先生も動かしますよ、全然動かしてください。たまにやりますよ、はい、俺もあのなっちゃいます、ね、背中がスーッとしてきました。本当ですか？うん、押してもやっぱ人の手でやってもらうってすごい違いますよ。そうですね、うん、別にあのミンティアとか貼ってないですからね。そうですね。そうなんですよ、やっぱ背中って本当にあれですよね、なんかあの、うん、スッとすると気持ちいいですよね。そうそうそう、なんかスーッとしてくる、うん、軽くなる感じっていうか、回しますね、やっぱ人から受けるのはいいですよね。みんなやった方がいいっすよ。いや俺もそう思います。本当そう思う。でも最近若い子でも受けたいっていうのが多くて、コメントとかもあるんですけど、あもうやっぱみんな凝ってるから感じるんだろうなって。でしょうね、うん、渋谷でもみんな凝ってますもん、うんなんか医療費助成するんだったらこういうのにもお金をね国が出してくれたりとかあった方がいいと思うんですよね。後から高額な、ね、手術とかするよりも普段から、あとまあこういうのを皆さんが覚えるみたいな機会を作るとか、うん、 すごく気持ちいいしすごい効果的だと思います。まあ、予防医学みたいな感じでね。そうすごい必要だと思うんですよね、普段から。やっぱあの知るためにも体はどこ凝ってるとかさ。そうですね、うん、よいしょ。すいません、腕上げちゃったら、うん、みんな知らないだけでやった方がいい人すごい多い。みんなそうやった方がいい。単純に気持ちいいし、そしたら多分医療費ねちょっと減るかもしれないですよね。そういや絶対減りますよ、やっぱいろいろあの何だろう、数値でやるよりも意外とこっちの方が効くと思う。なんかそういうの嫌いな人もいるじゃないですか、手術とか薬とか。それでやるよりもやっぱり体に優しいし、自分であじゃあ食べ物気をつけようとか運動しようとか、なんか自分のことを見直すきっかけにもなりますよね。なりますよね。いや肩回すのがやっぱり気持ちいいですね。でついでにあのこの脚上筋のところも少しこう、はい、うん引っ掛けられると。なるほど。肩大丈夫ですか、下の。うん、すごい気持ちいいです。大丈夫です。下の肩も別に今気にならないです。これ首も伸びるから気持ちいいです。うん、すごい。やっぱりなんかちょっと普段ない動きで気持ちいいです。でも先生もさっきやってましたもんね、この肩も。そうそうそう、肩回しますよ。ね、下にこうズンってね、うん、ちょっと引っ張ってあげるとね、ストレッチになっていいですよね。でちょっと後ろに回していただいて。でこの式使ったらこうやってください。はい、はい、あでも痛気持ちいいぐらいです。あついでにこの肩甲骨のこっちの際の方、うん、あそこ響きますね。ねえ、ここ凝ってますね。ほぐれてきてるけど、まだまだ硬い。今日はちょっとね、大きめにこうやって回しながらやります。はーい。
うわ、深いっすね。いや、もう長年度ですから、これ。大丈夫です。はい。ああ。おお。